こんにちは、音の吉田です。これから3スタイル目切っていきます。2スタイル目が、顔周りにレイヤーが入ったミディアムスタイルだったので、ここからちょっとボブのパーマにしていこうかと思います。まずバックセンターから切ります。変化がないから。ちょっと前出して深さ確認して、続きまして上に進んでいきます。ちょっと下向いて、サイドに進んでいきます。全体ワンレンで切って、今からパーマを当てるんで、ちょっと長めの設定にしてます。でパーマ当てるんで、さっきの2スタイル目のレイヤーが入ってるんですけど、それに3スタイル目に合わせてまたちょっとレイヤー足していきます。で放射線状に入れていきます。ドライしてレングス詰まったんで、ここの量感だけ今から取っていきます。ちょっと重たくっていうところ取っていきます。結構ギリギリまで攻めます、ルーツを。頭が四角いんで、四角いモデルさんって言っていいかな。で、結構この鉢周りにすごい毛がたまりやすいんで、そこはちょっと気をつけながら取っていきます。でもパーマ仕上げなんで、ウェットパーマ仕上げパーマなんでウェットに仕上がるんで、あんまりガシャガシャには減らさないです。そう、結構この耳の位置が結構低くてってなると、ここからトップからここが長くなっちゃうんで、そこのを見てどうに合わせる、量を減らしたりとかします。結構ここが縦長に見えちゃうんで、結構レングス残したり、そのトップのレイヤーの位置は結構気をつけるというか、バランス的に台形っぽい感じの方が似合うかな。
のレイヤーがもう入ってるからこのくらいでいいかな、うん、でまずは前処理していきます。ブリーチもうなってしっかり、それでブレックスしていきます。スタイル名は結構縦巻きスパイラルで巻いてたんですけど、今回は平巻きでいきます。酸性でロッドはちょっと下げてます。で前髪を2段に分けて巻いていきます。あ、下手くそ止まれる。さっきつけたから、10分放置します。チェックします。綺麗に、どうですか皆さん、綺麗に当たりました。じゃあここから中間水栓にします。じゃあ2液をつけていきます。2液は2度付けで7分放置です。出来上がりました。3スタイル目です。でじゃあここからスタイリングしていこうと思います。まずは根元だけ乾かして、ちょっと毛先が濡れてる感じで、ちょっと柔らかめのワックスを全体に揉み込んでいきます。しっかり揉み込んでいきます。そしてちょっと最後にここまで整えて、どうしようかな、いいんじゃないでしょうか。